1904年のバニティフェア史に掲載された似顔絵、サー・オリバー・ロジはイギリスの物理学者、著述家。初期の無線電信の検波機に用いられたコヒーラの発明者である。また、天下プラグの発明者である。エーテルの研究でも知られる。また、心霊現象研究協会のメンバーで、心霊現象を肯定する立場での活動、著述も行った。 ミッドランズ西部の現在のストークオントレント市内の生まれ、ロンドン大学で科学を学び、1881年にリバプール大学で教えるようになる。1900年にリバプールを離れてバーミンガム大学に移り、1919年の引退までそこに泊まった。1898年にランフォードメダル、1932年にファラデーメダルを受賞。 イギリスの生んだ世界的物理学者であると同時に、その物理学的概念を心霊現象の解釈に適用した最初の心霊学者でもある。すなわちロッチは目に見えない世界こそ実在で、それはこの地球をはじめとする前代宇宙の内容に存在し、物質というのはその生命が意識ある個体としての存在を表現するために、エーテルが凝結したものに過ぎないと主張した。 その著書は大小合わせて20冊を超えるが、いずれも現実界は虚の世界で、霊界こそ実在界であるという、仏教の色則絶空の哲学に貫かれている。彼は、霊の世界について50年以上も研究し、その結果ますます宇宙を支配する、超越的知性すなわち神への畏敬の念を深めたと述べている。科学的探求が帰って宗教心を深める結果となったのである。 もちろんここでいう宗教心は特定の宗教に関わるものとは違う。創生した自身の息子レイモンドと高齢し得たと信じてレイモンドを表し、日本でも大正時代に野尻法英らが翻訳し、川端康成などに影響を与えた。ある心霊現象に関わる詐欺容疑の訴訟問題で証人として法廷に立ったことがある。その時、 ロッジの前に証言した人たちが口にした例の世界というのは一種の幻覚ですねと尋問されて、ロッジは首を横に振って、この世こそ幻影の世界なのです。実在の世界は目に見えないところにのみ存在します。と返答した。1929年の著書、幻の壁の中でこう述べている。我々はよく、 肉体の死後も生き続けられるだろうかという疑問を抱く。が、一体その死後というのはどういう意味であろうか。もちろんこの肉体と結びついている5から70年の人生の後の人に違いないのであるが、私に言わせれば、こうした疑問は実に本末を転倒した思考から出る疑問に過ぎない。というのは、こうして物質をまとってこの地上に生きていること自体が脅威なのである。これは実に、 特殊な現象と言うべきである。私はよく、死は冒険であるが、楽しく待ち望むべき冒険である、と言ってきた。確かにそうに違いないのだが、実は真に冒険と言うべきはこの地上生活、そのものなのである。地上生活というのは実に奇妙で珍しい、現象である。こうして肉体に宿って、無事地上に出てきたこと自体が奇跡なのだ。失敗する例がいくらでもいるのである。 ありがとうございます。